こっち来て。あなた、ムニシパルウェイス。もうちょっとこっち。もうここに来てもいい。はい、もっとこっち。もう、もうさ、みんな、誰かドラムの後ろも。はい。ほら、みんな、みんなで協力して。入って入って、うてにゃん、こんだけしか使わないから。あ、最高。広くない。見えますか皆さん、こんにちは。ネブレステージよろしくお願いします。ピットワーは来るの2回目だったんですけど、1回目の時はね、出演者の中で私が一番髪の毛短かったんですけど、今日はいろんな髪の長さの人がいて嬉しい。よろしくお願いします。皆さん、お酒飲んでますか？フィンランド語で乾杯はキッピス。キッピス。めっちゃ上手ね、あいのって。この人すごい話しかけちゃう。キッピスしましょう。せーの、キッピース。イエーイ。よろしくお願いします。次の曲何か全然覚えてない。なんだっけ、キッピス。あ、今回、あ、今日あの皆さん、あ、ちょっとあの靴ひも結ぶんで持っててもらっていいですか？ちょっとしゃがんでもらっていいですか？ありがとうございます。今日みんなあのいっぱい早い曲聴いてこうやってうなずくと思うので、すごい肩がね凝ると思うので、あの次の曲 BPM が1000あるんですけど、あのベアマグトぐらいの速さの曲やるんですけど、低温治療でみんなの肩こりがほぐれるようにそれを入れてきましたので、ほぐれてください。よろしくお願いします。では聞いて、ちょっとみんな見えてますかね、聞いてください。コンクリートマニーさん。
ないんかい、ないんかい。はぁ、お察しの通り大阪から来ましたね。フレッシュ先生よろしくお願いします。ピットバーはトイレがすごい綺麗なの。私ね、思いますよね。私これ出るの、出演させていただくの2回目なんですけど、なんか1回前の時、初めての時、なんか名前はよく聞いてたんですよ。ピットバー恐ろしいところやと、怖い人が絶対いっぱいおるんやと、髪の長いちゃんちゃんこをたくさん着た人たちがいっぱいいるんだと思ってた。それは大丈夫、それはあってたけど、すごい綺麗で、まあ、天井だけね、ちょっとみんな歩いてる壁歩いてる天井してますけど、すごい綺麗だなと思って、なんか好きです、好きです、アピールとか好きです。初めてね来た時はトイレのあのドア開きました。皆さんトイレ座ったら、女の子だから座るんですけど女の子だから座るんですけど、あのパカって開けた前にドアがあって、それ開けたらなんかすごい絵が隠されてて、はあ、隠れキリシタンみたいだなって思ってたんですけど、なくなってた。あれなんでなくなったんですか。普通にあの広告の期間が終わったってこと。なんかフライヤーが貼ってたから終わったのかな。この人すごい反応いい。大阪の人ですか。あ、大阪の人、大阪かなってくる、めっちゃ帰ってくる。次って投げる曲ですかね。 ありがとうございます。皆さん次、大阪は手裏剣を横投げじゃなくて縦投げで投げるんですね。まあフィンランドは知らないけど、多分縦投げだと思います。へいへいへい、do you know 手裏剣。do you throw style eat is you throw style eat a vertical or horizontal style。ナイス、イエーイ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 、友達友達。皆さん、手裏剣は横投げじゃなく縦投げでしょ。いいですか、ユア様も見てるからな、縦投げですよ。みんなネブレスが手裏剣手裏剣手裏剣って投げ投げってしてください。もうそんな怖いちゃんちゃんこ着てる先輩たちも、今日は皆さんここにいるってことはアイドルオタクってことですよね。投げてください、聞いてください、手裏剣。